僕のヒーローアカデミア、ウルトラインパクト。僕らが生まれたこの超人社会、かつて誰もが憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。それはヒーロー。拳一つで絶望を打ち砕く永遠のヒーロー、オールマイト。僕、緑谷イズクは彼に心の底から憧れていたんだ。けれど、僕は生まれつきの無個性だった。でも、ヒーローになる夢を諦めきれなかった。そんなある日、体を乗っ取るヴィランに幼なじみのカッちゃんが捕まったんだ。僕は走り出していた。だってカッちゃんが助けを求める顔をしてたから。オールマイト、デトロイトスマッシャー。その日の帰り道、再びオールマイトに出会った。オールマイトは僕に言ってくれたんだ。君はヒーローになれる。肉体の限界を迎え、後継者を探していたオールマイト。引き継がれてきた個性、ワン・フォー・オール。断る理由なんてあるわけない。僕は厳しいトレーニングを乗り越えた。そしてオールマイトからその個性を託されたんだ。UA 高校ヒーロー科入学試験。倒れていたうららかさんを助けずにはいられなかった。僕はついに UA 高校に合格した。夢の高校生活が始まる。そこでは個性豊かな仲間たちが待っていたんだ。その面やめろや、クソナード。俺だってヒーローに。私もデク君みたいに。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。ここで動けなきゃ俺ヒーローでも男でもなくなっちまうんだよ。ニロ、私のことはツユちゃんと呼んで。一芸だけじゃヒーローは務まらん。私刺せる。刺す。ヒーロー殺しの意志は俺が全うする。待ったよヒーロー。社会のゴミめ。みんなが笑えないままなんて絶対許せない。抜けて沈まれ。俺はフォークス、早すぎる男。もう大丈夫、私が来た。余計なお世話はヒーローの本質なんだって。僕のヒーローアカデミア、これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。僕らが生まれたこの超人社会、かつて させねえぞ。
サボってねえみたいだな。よし、大丈夫、わからん。行くぞ。その調子だ。ここは重要と君は。負けられない、絶対に勝つんだ。頑張っちゃうぞ。よし、さあまずは試してみよう。わかったかな。寒いだろ。ここは重要だぞ。さあやってみよう。いいぜ、俺を頼れ。ぶっ放ってやんぜ。任せて。デラウェアスマッシュ。なかなか。わかったかな。俺は君。はい。余裕だな。もっと強いやつはいねえのか。何か届いてるぞ。受け取った方がいいんじゃないか。全力でやろう。サミーだろ。こっちにぞ。はあ、どうだ。ちょいやばかった。
もう当たりたくねえ。